出すとこは地、平方のちむさん、平方を河内温度発祥の地でございます。ぜひ名前だけでも覚えて帰ってください。さあ出すとこは地です。上げて腹あって腹あってひらひてちょんちょん。さあ会場の皆さんもぜひね、手で一緒に踊ってください。右上げて左上げて右、さあそろそろ左回りに変えていきましょうかね、上げて右上げて左上げて右。ステージの方は今から飛びというね、踊りのね種類ちょっと変わります。いきます、せーの、前出してちょん、戻って左回りです。左右左揃えて、せーの、1、2、3、下がって前出してちょん、いろんな歌が歌い込めるということで、いろんなバージョンの河内音頭があるのも魅力でございます。一緒に盆踊り踊っていただければと思いまして、我々いろいろ工夫しまして今の踊りが完成しております。そしてね、今日皆さんに踊っていただいているこの感じ、とてもハッピーでございます。前出してちゃん、戻って下がって左右左揃えて、せーの、一緒にね、河内音頭踊りたいと思うので、右回りに変えていきましょうか。それではどのタイミングで、せーの、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いてちょんちょん、上げて右、上げて左、上げて右、腹あって腹あって開いてちょんちょん、上がって右。ぜひね、あの地元の盆踊り、来年再来年復活してきたら、この踊りで河内音頭踊れますので、ぜひね、地元のお祭りに、社会人になってからも入り込んで、楽しんでいただければと思います。万博でね、河内音頭、河内屋杉丸さん踊ることを決定しておりますが、スターダスト河内もそこに出演決定しております。2025年のチームエキスポ、一員としてスターダスト河内、杉丸さんの舞台だけでなく、全国に広がる盆踊りネタ、そしてマレーシアとかともね、交流を重ねて、全世界にこの日本の文化の魅力、大阪の文化広げていきたいと思います。腹あって腹あって開いてちょんちょん、上げて右上げて左上げて右、腹あって腹あって開いてちょんちょん、上げて右上げて左上げて右、腹あって腹あって開いてちょんちょん、上げて右上げて左上げて右、腹あって腹あって
サダソカジョ盆踊り終わったということは、はい、いよいよ中夜祭エンディングに向けての、どんぶりタイムって今も言い方するんですが、すいません、ね、18年前はどんぶりタイムって言ってたと思うんですが、総踊りと言いますね、はい、総踊りと言うんですかね、はい、それでは、踊り子の皆様と、サダソカジョも参加させていただきまして、はい、エビバディ今夜で締めたいと思います。